2021年おとそバレンタイン17年飲みます。でついでにファイネストと飲み比べ。いつもの千円スコッチファイネスト。こっちはだいたい1000円前後。実売価格。でこっちが5000円から6000円ぐらい実売価格。少しこっち側の17年のが濃い。でこっちのワインですとのが少し薄い。ほんと若干同じぐらい。まず17年からいただきます。ウイスキーの有名なところ、名門バランタイン。こっちの方が香りが17年度が強い。ただこっちを開けて何日も経っとる。これは上飲しとるもんで、通称華やかとか言われる。そんな感じ。こっち17年でこっちどな、あのチョコレートっぽい感じ。香りにはそんなに立ってない。いただきます。17年以上の長熟。まず飲んで全然アルコール刺激がなくて甘い感じで、なんだろうな、あのマッカランみたいな、シェリーの味はせんだけどマッカランみたいな、ちょっと薄く感じるぐらいの味わい。今日はトゲトゲしさがないのかな。で後から口の中がすっきりして、ストレートが飲みやすいのかな。全然嫌味がない。美味しい。でいつもの上飲のファイネスト安こっち、いただきます。煽った時はアルコール刺激こっちもないんだけど、飲んでこの舌に感じるアルコール刺激はやっぱりこっちの方があるけど、味的には全然もう十分美味しい。これぐらいのクラスの値段の定価が何だろう、7000円8000円クラスのものはすっきりした味わい。ロックできます。香りはやっぱり17年のが当たり前なんだけど、香りいただきます。17年から、美味しい。すごい甘い。冷えて飲みやすくなるね。マドンナウイスキーブロックは。いや、こっちファイネスト。いただきます。逆に飲み比べるともちろん17年は美味しいんだけど、こっちの1000円でこんだけの美味しさ、これはコストパフォーマンスすごくいい。
じゃあ17年からいただきます。うまい。じゃあいつもの感じですと、いただきます。こうやって飲み比べてみると、こっちの方が何だろう、強い甘さを感じる、ちょっと強いじゃない、くどい甘さを感じる、うん、こっちの方が初めにストレートで飲んだ時の印象と一緒で、すっきりした味わい、ロックにしてもソーダ割りにしても、ただ普通に上飲するんであれば、わざわざこの17年お金出してまで飲まずとも、こっちの普通のファイネストでも十分美味しい。ごちそうさまでした。